まあ、雪がねまだ待っていますけれども、これからちょっと店に戻ってまた配達という感じになるんですけど、まあ、車があると便利ですよね。何もないとねなかなかこう外に出るのも大変ですけれども、まあ、車があればね本当に、それだけで移動が簡単にできますし、雪が降っていても雨が降っていてもできるっていうことで、まあ、これはありがたいことだよな、ありがたいことですよねっていうふうに思うわけですよね。今日の朝ちょっと凍ってた時に僕は見てないんですけども、佐川急便さんの車がですねこう溝に入って道を塞いでたっていうことがあったみたいで、まあ、今はこう道路大丈夫なんですけど、朝方とかやっぱり注意しないとずるっと行きますから、前だいぶ前にちょっと言いましたけど、僕も三重県に住んでいる時に、あれも冬場だったんですけども、三重県の四日市市から亀山に仕事場通ってて、その仕事先から帰る夜中ですよね、夜中に、つるっと、行ってしまって、それでガードレールに激突したということがあったっていうことをね、どっかの音声で言いましたけれども、まあ、本当にそういうちょっとしたことでなってしまうんですよね。だから油断できないなと。スタッドレスでもそういうことってあるんですよ。やっぱずるっていっちゃうことがね、またスピードを出さないのが一番ですよね。最近はちょっといろんなことをですねしてるんですけれども、もう複合的にでいろんなことをしてると僕はかえっていいのかなって最近思うんですよね。こう一つのことにもちろん集中していくのっていうのが大事なんですけど、一つのことに集中しつつもいろんなことをやっていくことで、これ脳が活性化するなっていうのを感じるんですよね。脳が活性化する。でなんでかっていうと、いろんなことを、まあ、同時並行して、やろうとすると、脳が自動的にこう優先順位を考えるんですよね。で、あ、これ今これしてこの時間にこれをしてっていうことをどんどんやっていくから、ここは逆にいろんなことをすることで脳が活性化するのかなっていうのをね感じています。で、楽読って言って店で速読の、要は速読なんですけども、速読の講師の方、先生がいて、でその方に月に1回ぐらいですかね、楽読速読に興味がある人に来ていただいて、その講義というのか体験をしていただいてるんですけれども、結局その時も僕自身はねこう直接試しで受けたぐらいで、こう本格的に学んでるわけではないんですけども、その時に CD の言葉というのか CD でこう音が流れてる、喋ってるのが流れてるのを流しながらいろいろしたりしてるんですね。でその速読の先生もおっしゃってたんですけども、いろんなことを同時並行でするっていうのは脳が活性化すると。でこれはちょっとねこう難しいところっていうのか、いろいろ言われてて、一つのことを集中する、今一つのことを集中するっていうのが大事だっていう方もいらっしゃいますし、いろんなことをするなと、それは集中力がそがれるし、一つのことを集中してやりなさいと。でもこれも確かにうなずけるものがあるんですよね。まあ、ご飯食べるときはご飯食べることに集中しなさいって、まあ、僕もよく言われるんですけれども、言われてたんですけど、ついこうテレビを見たりとか、本をね、本が好きなので本をこうちょっとこう開いて、もぐもぐしながら食べたりしてると、まあ、怒られたり、するんですけど、まあ、そういういろんなことをやりながら、まあするっていう、まあ、弊害もありますよね。だからそこら辺の住み分けというのか、ただ状況によってはいろいろ同時並行でしていた方が脳が活性化して、非常にこうかえって頭がねクリアになってくる時もあるんですよね。だから状況によってじゃないかなと思うんですよね。ご飯食べる時にはやっぱり例えば、テレビを見ながらとか、
人とこう会話をしながらはいいと思うんですけれども、本を読みながらとかね、パソコンしながらとかだと、まあこれはちゃんと消化できるのかっていう問題がそもそもありますよね。そういうふうに他に意識が取られている状態で、食べる、ちょっとろくに噛んでないでしょうし、いろんな意味で、体にとってはね良くないだろうなって思うんですよね。だから、同時並行してはいけないようなこともあるでしょうし、逆に同時並行してもいいようなこともあると思うんですよね。例えば音楽を聴きながら、何か目の前の本を読むとかっていうと、これもいろんな同時並行で脳が処理してくれるので、処理スピードっていうのが上がってくるんですね。だから脳を活性化しようと思ったら、そういういろんなことを同時並行でするっていうのも一つ、ポイントじゃないかなと思うんですよね。それはそれで一理あるかなっていうふうに思います。まあ、でも仕事を集中するときは、一つのことに集中してやった方がいいときもあるんですよね。だから、まあ、結局ね、こう何を言ってるんだと、どっちなんだというのもあるかもしれないんですけど、これは一概に言い切れるものではないのかなって僕は思ってるんですよね。場合によってはいろいろ同時並行でしてる方が脳が活性化するときもあるし、まあ、集中してやるときは集中してやった方がいいと思うし、まあ、基本的に仕事に関しては仕事とかいろんな案件があるとかえってこう集中力そがれるっていうのがあるので、集中すべき時もあると思うんですよ。まあそういうことでね、ちょっとどっちなんだというのもあると思うんですけど、状況によりけりなのかなっていうふうにね、思います。まあ状況によりけりであって、まあ、いろいろやってもいいと、いうことじゃないかなと思うんですよね。時間がない時っていうのはもう同時並行でいろいろやってしまう時ってあるんですよ。でそれは、それでねいいのかなって思うんですよね。まあ、そういうことをね思いながら、僕自身もこう時間がなかなか足りないなと、もっと時間欲しいなって思う時があるんですけども、でももう決まってるわけですから、24時間平等にね決まってるわけですから、それをあとは、効率化っていうのも大事だと思いますし、いかにこうスムーズにやっていくかっていうことも、大事だと思いますし、一つ一つのその処理スピードを上げていく、そして同時並行でする、そのあたりですよね。もうそこぐらいしかないわけですよ。まあ、なのでそういうことを思います。人間の集中力っていうのも続かないですから、だいたい50分とか45分で休憩10分取って、そのサイクルが一番いいんじゃないかなって思うんですよね。僕もあんまり最近は意識ちょっとしてないですけれども、ただなんとなく集中力ってもう途切れてくると、意識的にちょっと10分休憩しようかとか、10分ちょっとお茶を飲もうか、コーヒーを飲もうかとかっていうふうに、しているので、まあ、本当は、50分ごとに10分休憩っていうふうにすると、連続してやるよりもかえって効率が良いっていうのは言われますよね。それはそうだと思うんですよね。まあ、没頭すると時間で忘れちゃうんですけど、でもそれでもあえて50分して10分休憩するっていうのはしてもいいのかなというふうに思いますよね。ちょっとねごめんなさい、だらだらと喋ってしまいましたけれども、焦点がまとまらって全然いないなと。